ということで10周年だから話せることイエーイ、はい、ありがたいことに、はい、グループが10周年を迎えました、はい、ありがとうございます。なんかね、素敵な賞状をいただいたりとかんですけれども、はい、まあ、そこ振り返ったりとか、はい、今しかできない、うん、ほろ酔いトークをしましょう、まあ、すごいですか、ありがとうということで、はい、グループが10周年だから、うん、10年ずっとみんながいるかって言われたら違うんですけど、うん、まあね、今だったこととか思うと、それにね、すごい振り返りましょう、はい、じゃあ乾杯にしますか。照明とかもね、落ちたりします。初めてじゃないですか、ね、かみんなで。じゃあ、くーちゃん乾杯の温度、まあ、いいんですか、はい、せーの10周年なのでみたいな。10周年に乾杯する。じゃあ行きますね、はい、10周年に乾杯。いただきます。いただきます。あ、美味しい。うん、美味しい。10周年は、うん、文字にすると、うん、結構長いなって思うけど、でも今自分たちが、うん、10周年を迎えることができて、うん、マジであっという間やったなって思うような、うん、いろんなことがありましたね、うん、小学1年生から6年生以上みんなといるってことやろうね。そっか、うん、そう、ね、そう考えたらめっちゃ長いね、すごい、うん、しかもさ、この日が10周年でしたよみたいな日をさ、なんかツイッターで知ったと言っていただいて初めて、うん、そうだったんだ。しかも見事100組目っていう、そう、ありがたい、ありがたいことです。なんか思い出深い出来事ありますか。思い出深い思い出深いじゃないんだけど、うん、今だからこそ言えるみたいな。10年経ったら、うん、結構みんな赤ぶてたりするじゃないですか。確かに確かに。で、最初、うん、出会った時、うん、リオミツの話なの、うんうん、結構髪の毛とか今違うやんか、うん、2人で。でもさ、出会った頃って、うん、2人なんかボブカットで、そう、一緒で、一緒で、2人がね、同じ髪型、うん、そう、めっちゃ一緒で、うん、あの見分けがなかなかつかなくて、うん、見分け問題、そう、見分け問題で、でもなんか、うんうん、2人って全然違うよねみたいな話があった時に、うんうん、あのちょっと私はダメ焼きがちょっとあの曖昧だったんですけど、うんうん、あ、そうですよねって合わせてた。合わせてないのに、ミサがいつ見分け強いんだったか、うん、確かに、うん、いつの間にかですよね、うん、もう分かる、うん、いつの間にかやな、うん、ちっちゃい時は髪の長さまで全部揃えてました、うん、そうやな、一緒やったと思う、ね、うん、マジで今やから言うブログ書いてた時期があったんですよ、私たち。その時に双子の写真載せる時に見分けまだついてないから2枚出して双子ですよ双子ちゃんと双子ちゃんとっていうのありました。必殺技だからもうあって、双子との写真載せる時にこれ双子って言って載せるけどワンチャンリオナリオナかもしれないだからもう名前書いて載せれば、みつきみつきとかリオナリオナを双子っていうのはおかしいやん。確かに。そう、そう、一回、うん、そのなんかリオナグミちゃんがどっちか忘れたけど、うん、なんか一緒に撮った写真を送るねって言ってた時があって、みっちゃんから、みっちゃんって、なあ、サクさん、これ全部リオナやってもらって言われたことある。やっちゃったね。でももうね、全然違う、うん、そうだな、確かに分かるようになりました。変わったらみんなもそう、うん、まあ確かにな、うん、自分ちゃんもさ、うん、昔は髪の毛めっちゃ長かった、長かった、サクさんもそうじゃなかった、うん、確かに、うん、サクさんめっちゃ髪の毛、うん、めっちゃ変わってる、うんうん、な、確かに金髪もあったしな、あったしな、そう、だから、うん、びっくりしちゃうよね。でも、サクラはムーちゃんと出会ってから、ムーちゃん、出会った時からこの髪型やってる、うん、ああ、そっか、そう、だから、で、横のやつは考えて変わって自分がさ、あんま変わってないからさ、うん、これいつのかなって見分けるの横にいるサクさんだって大体いじるところやな、みたいな。そうそう、
ったほのかちゃんもさ、うん、金髪みたいな、そうそうそう、時のおでこな、うん、前髪か、ちょっとギャルみたいな、ギャルに憧れてた時期、うん、ほのかちゃんめっちゃイメージギャルやった、うん、ずっと、そうなんですよ、ダンス部でみたいな、スカート短くて、なのにいつの間にかちょっと成長したみたいな、前髪やるのもさ、うん、もう見慣れたもんね、そうですよね、うん、確かに。ずっとなかったんです。私、ほのかちゃんとの思い出があって、なんかいつやったかなんか、うん、大きなこう、うん、ライブとかの前ぐらいの時に、うん、こうあほのかちゃんってすごい誰にでも敬語を使ってくれるの、うん、で、そう敬語ずっと使ってくれてたんだけど、うん、その時に結構長く一緒にいるから、うん、えまああの。なんか敬語じゃやめよっかみたいな話をしたことがあって、でじゃあ今日からタメ口な、うん、みたいな、めっちゃ面白い、あのさ、あのイベントかなんか終わりの練習、練習終わりの案内所さんの階段のところでしょ、そう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 、あの体操で、ほのかちゃんがちょっと敬語使ったら、ほのかちゃん、敬語って言う時があって、敬語、すいません敬語なんよ、敬語やね、でもなんかあれだよな、あの癖づいてるよ、癖づいてる、でも最近はもうなんかみんなに、そうやな、知られるようになる、10年経ってね、やっとやね、確かにほのかちゃん人見知りやから、そうそうそう、こうやってこっちでさ、うん、こうみんなで一緒にいるようになってから、うん、徐々に、徐々にね、みんなのおかげですよ、なんか、うん、振り返ってじゃないけど、うん、なんかクロたちは、うん、マジでいろんなこの世の中にアイドルさんいっぱいいるけど、うん、めっちゃ仲いいと思うね、あそうは、うん、ね、そう、なんか、なんていうの、うん、みんなマジで友達っていうか、うん、そういう感覚やなってすごい思う、うん、やし、なんか、うん、そのキャピーンの仲いいじゃなくて、うん、そうそうそう、こう、なんていうかな、あの高め合いうっすみたいな感じ、楽しんでいけてーよ、アイドル来てるの、おっすそうそうそう、一緒にいすぎて喋ることなくなる、マジでない、ご飯食べてるだけみたいな、だってさ普通にさ朝ご飯とか食べてる時もさ、なんか一人が、うん、探すわお箸こうやって分かってんねんなもうみたいな、で何かあって言ったら、うん、あこれねみたいな、夫婦やん、熟年、熟年、熟年、確かに10周年、うん、この先もね、そうね、皆さんに愛されるそうね、うん、行きたいということで、ね、おお、じゃあ、ぐちゃん締めてください。うん、わかりました。消えました。消えた。ということで、今回10周年でしたけれども、はい、また10周年後。何10周年後?10 周年わけないやからね。また次の10周年。こういう感じでね、喋、うん、れたらいいなと思いますので、ね、皆さん、変わらずよろしくお願いします。お願いします。それではまたねー、バイバイ。